どうも、おこんばんは、ゆらたまです。今回なんですけど、自陣無課金パーティーでのピスカス攻略と、あと、クエスト解説をやっていきたいと思います。射程はね、横間気味で撃つことで、先にね、その味方に触れて、プニを倒していきましょう。というのをね、ここクエスト全般なんですけど、味方に触れないと攻撃許可しません。触れるのはね、1体で OK です。で、あとはね、今、弱点がね、雑魚の間で移動したと思うんですけど、雑魚が弱点の間で移動するようになってます。このファーストステージだと、まずはブーツ雑魚に弱点があって、その次にゴーレムに移動っていう風な形になってます。で、今回のね、そのパーティー編成なんですけど、その書庫で手に入れれる、その超絶以下のキャラクターを編成しています。なんで、比較的編成しやすいキャラかなと思います。で、ステージ2。なんですけど、ここは弱点が、右側のブーツ雑魚、真ん中のギャラクシー、左側のゴーレムっていう風な形で移動します。なので、まずは味方に触れるっていうのを先に優先して、そして、移動する雑魚の弱点を殴っていくっていう風な形になりますと。で、ブーツ雑魚は、処理というかね、することができませんが、ブーツ雑魚のね、右側に2ってついてるじゃないですか、体力ゲージと。あれを削ることで、スピードダウンの攻撃を防ぐことができますと。ただね、別、スピードダウンはそこまでね、痛くないから、雑魚処理優先した方がいいと思います。で、雑魚処理するとね、ブーツ雑魚も撤退するんで、まずは雑魚処理優先していきましょう。はい。ということで、まあ、ガチャキャラ枠なんですけどね、今、ノアを編成してるんですけど、こちらね、別に、ノアじゃなくても OK ですと。ガチャ限枠だったら何でもいいと思います。まあ、おすすめはノアとか、石川五右衛門とかね、龍馬だったりするんですけど、今回僕がノア編成してるのは、スピードアップでね、味方の攻撃力を底上げできるっていうのと、あとは SS がね、そのボスに効果力でダメージが入るっていうので、ノアを編成しておりますと。で、ステージ3なんですけど、ここはね、一番初めにクジラが弱点を持ってます。真ん中のクジラですね。で、その真ん中のクジラの弱点を貫くと、左下のブーツ雑魚に弱点が移動します。その次に、右上のブーツ雑魚、クジラといった形で弱点が移動していきます。なんで、ここも一緒ですね。味方に触れつつ、弱点を殴っていって、真ん中の中ボス、クジラを削っていくっていう風なムーブになっておりますと。で、ここなんですけど、今、結構縦感気味で弾いてるんですけど、本格的にね、そのダメージを出したいのであれば、横感気味でね、打った方が、ちゃんと弱点も切れて、ダメージ出せるかなと思います。なんでね、今ここはね、ちょっとノアの SS を貯めるだけ、貯めるために結構遊んでるんですけど、多分ね、中ボスの下かな？今2っていう数字が多分ね、結構な大ダメージ食らうような、多分、まだ食らってないんですけどね、クラウヤの攻撃だと思うんで、これまでにね、余裕がないよっていう方は、その横気味で削りに行く方がいいかなと思います。でね、余裕ある方は、まあ、SS、あることにね、あって越したことがないので、できる限り貯めておいた方が、ボス攻略が楽になります。で、ボスです。ここね、道中が3ステージしかなくて、ボスが3ステージっていう合計6ステージになってます。で、ボスなんですけど、弱点の移動方法なんですけど、ボス下のブーツ雑魚、で、ギャラクシー、上のゴーレムっていう風な形でね、なってますと。なんで、全体処理したい場合は、そういう風な形で処理していったらいいかなと思います。でね、まずはここも、味方に触れて、雑魚処理優先していきましょう。っていうのもね、雑魚が残ってる状態だと、判定をね、雑魚分もらうんで、ボスへの火力があまり出しにくいですと。なんでね、優先順位は、まずは雑魚処理して、ボスを削っていくっていう風な形にしてください。でね、ボスからの攻撃なんですけど、そこまで痛くないですと。で、右下の今6ってなってる数字が、おそらくその即死級の攻撃だとは思うんですけど、ここまでに、ステージを抜ければいいので、比較的ね、余裕があるかなと思いますと。
で、今結構ね、角度つけ気味の縦感気味で打ってると思うんですけど、このステージは、縦感気味で打つ方が火力出るかなと思います。とは言いつつもね、結構まさて感気味で打っちゃうと、ブーツ雑魚とボスのね、弱点じゃないところで判定をもらって、あまり殴れないので、この方をね、今の回のように、よほど配置が良くない場合以外は、結構ね、角度つけ気味の縦感で打つ方がいいかなと思いますと。はい。で、ボス2なんですけど、ここは弱点の移動が、ボス、上のブーツ雑魚、右下のクジラっていう風な形になってますと。ただね、ここも、先ほどボス1と一緒のように、雑魚処理、プニ処理して、その後、クジラを処理しつつ、ボスにも少しずつダメージを与えていって、で、処理できたら、ボスにダメージっていったのが、ここのステージの攻略方法になりますと。で、ここなんですけど、先ほどはね、結構、ざっくり、ほんまにざっくりの角度で良かったんですけど、ここは少しね、薄め、何度ぐらいなんやろな、これで言うと、多分ね、20度ぐらいかな、の角度の縦気味で弾いていくのが、多分ね、たくさん弱点も殴れて、弱点移動もね、ちゃんと、挟んで、ボス削り切れるかなと思います。で、こことかはね、あまりクジラが削れてないんで、クジラを削ることを優先してますと。で、残りね、そのボスの、右下の数字が4ターンじゃないですか。なんで、ここでカインの SS を1本打ってあげます。最悪ね、火力が足りないんだったら、カイン、ここで2本打っちゃっていいです。でね、ここでカインを編成する強さが見えるんですけど、カインはね、重力バリア特攻なんですよ。かつ、アビリティが適正っていうところで、かなりね、先ほどのダメージ見てもらったらわかると思うんですけど、綺麗にね、弱点を殴れれば、本当にガチャゲン並みの火力が出ます。なので、カインの SS はね、ボス1は比較的簡単に抜けれると思うんで、ここのボス2で打ってあげるのがいいでしょう。はい。でね、だいたいここまで来てたら、フレバク、今回ノアなんですけど、ガチャゲンのね、ストライクショットも溜まってるかなと思います。なんで、あとはね、その弱点を殴りつつもう SS ぶっぱしてボスを倒していくっていう風な流れとなります。で、ここのねボスラストゲージの弱点移動なんですけど、まずは上のボスですね。で、左のブーツ雑魚で、下のね、これ分身って言いますね。下の分身で、右のブーツ雑魚の順で弱点が移動していきます。で、ここねノアの SS を撃つんですけど、ノアチェインメテオでね、一番最後に、触れる順が遅いほど火力が上がります。でね、この火力すごいですよ。で、メテオの火力がエグいんで、ノアはね、ほんと編成しておいた。持ってる人はね、編成した方がいいかなと思います。ほら、これ、この火力でね、ゴリッと削れるんで、もうあとは、本当に弱点とか SS をぶっ破していって、殴っていくっていう風な簡単な作業となります。ここもあれですね。範囲の SS を打って、弱点殴ってっていう風な感じですと。はい。ということでね、ちゃんとね、その味方に触れるっていうポイントと、弱点、先ほど説明していったんですけど、弱点の移動順でキャラをね、弾いていくっていうところを、考慮すれば、比較的ね、難しくないクエストなんで、ぜひみんなもビスカスゲットしていきましょう。ということで、今回のクエスト解説と攻略動画終わります。最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。